いいぞいいぞ、やってくれるではないか。最初に退治した時には失望したものだが、戦いの旅を経てよくぞここまで鋭さを増してくれた。それでこそ狩りの獲物にふさわしい。今の貴様の鋭さであれば俺の喉笛も食いちぎれよう。そうだ、俺はそういうものと命を削り合いたかった。我らの試合、この程度では終わらせぬぞ。貴様が牙を研いだように俺も新たな力を得た。来い、最上の決戦と行こう。ようこそ我が空中庭園へ。アラミゴ最後の王が異国から嫁いできた妻のために故郷の動植物を集めて作り上げたそうだが、いささか俺の趣味には合わぬのでな。この通り、俺にふさわしい獣を用意させてみた。神と言うべきか。万族の英雄よ、貴様にとっても縁のある存在なのではないか。帝国への復讐に囚われた男、猛獣の果てに呼び下ろした破壊の力を具現化した神なる竜。こいつの中に渦巻いているのは純粋な破壊衝動だけ。神話すら持たずに産み落とされた哀れな神だ。貴様が俺と楽しむために仕込んだこと。貴様らが復讐機を追い立てて神を降ろさせ、対抗策として放ったオメガ、神を俺の手元によこした。おっと過ぎたおしゃべりだったか。だが許せ、こうも楽しいことなど経験がない。貴様が発するものであれば言葉の一つにも耳を傾けたいとさえ思う。そうだな、貴様ならこの神をどうする。貴様はこいつを倒せると。さすがは神狩りの英雄というわけか。大した自信だな。しかし想定の息を出ない反応だからこそ、己の異能さえ使いこなせていないのかもしれない。超える力とやらがあれば神に干渉されぬばかりか、
神に干渉し従えることすらできただろう。倒すことしか知らぬ、やはり万族よな。ガイウスの報告書で超える力の存在を知ったとき、俺は真っ先に神を屈服させ従えることを無双したぞ。だからこそ研究させ、そして超越者たる力を得たのだ。ガレマール帝国は万神討滅を国是とする。国父ソルテイが当州遠征時に万神により滅びた地を目撃したことで、星を蝕む脅威を実感し正義の戦いを始めたという。俺に言わせればそんなもの恐怖の裏返しに過ぎん。万神を恐れ、滅びを恐れ、故に戦い続ける。なんと哀れな戦いとはな。楽しむために行うべきなのだ。生きるため、食らうため、互いに牙を向き合うのが獣の差がなれど、狩りを閲楽に変え、戦を楽しむのは人だけに与えられた特権だ。この荒々しく無慈悲な世界に生まれたなら、たった一つの命を燃やして戦を楽しまずにどうする。貴様には理解できるはずだ。俺の同類だからな。今の貴様ならば終生の友としてそばに置いてもいいとすら思う。どうだ、俺と共に生きてみない。だろうな。やはりお前は俺の同類だよ。結局は戦いになるのだと、そう理解している。今お前の頭の中を占めているのは、最後の戦いがどのような楽しみをもたらすのかだけ。今も早く戦いたくて心が震えているのだろう。まさしく同感だ。お前こそがやはり俺の唯一の友にふさわしい。アラミゴの派遣などもはやどうでもいい。ただ共に楽しもうぞ。神をも寄せつけぬこの力、お前が持つ天武の才を俺は力ずくでものにしたぞ。そして俺は超越者として神をも従えてみせる。終わりの戦の始まりだ。